順に右へお願いいたします。東京でオリンピックが開催されると決まってから、僕はこの大会が集大成だと思って一生懸命ずっとやってきたので、まあ、そこで最高の結果を残せ本当に良かったです。まあ、今後は、まあ、今回本当に張本選手が素晴らしい活躍をしてくれて、まあ、頼もしい後輩たちがいるので、まあ、パリの五輪ではぜひ頑張ってほしいなという気持ちでいっぱいです。まあ、自分としては本当にこの先40歳になっても50歳になっても卓球を続けたいという気持ちはすごく強く持ってますし、まあ、この本当にそういう中で自分が競技人生を終えてしまうというのは本当に悲しいし残念ではあります。まあ、ただ今回東京オリンピックで張本のプレーを見ていて、まあ、頼れる後輩がいるということはすごく嬉しいですし、卓球界の男子はこの先も明るいんじゃないかなとは思ってます。まだ最終的な判断はできてないんですけど、今の自分の気持ちとしては完全に卓球からは離れると思います。はい。まあ、ただやはりそれは目の影響がものすごく大きくて、まあ、正直目が完治するならば僕は40歳でも50歳でもやりたいとは思っているんですけど、まあ、現状今治療法もないということで、まあ、悔しいですけど自分の冒険はここまでかなと思います。